とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、久しぶりに最強防具ランキング、やってみようと思います。先日、武器ランキングを出しましたけども、今回は、防具ですね。この数ヶ月間で、どう変わったのでしょうか？行ってみます。このランキングには、個人的な意見が入ります。ご了承ください。どれぐらい個人的かというと、俺は雲が嫌いです。特にあのでっかい足が長い雲、あれがめちゃめちゃ嫌いなんですよ。ゴキブリとかは別に何ともないんですけど、雲だけはどうしてもダメなんですよ。それぐらい個人的なことです。それでは最強防具ランキング第5位からいきます。第5位は2つありますね。まず1つ目、生きたツタのアーマーですね。ツタのアーマーは軽減がないんですよ。軽減がないんだけども、ツタで足止めができるっていうところがいいですね。単純に火ダメ軽減につながるのでかなり使い勝手がいいです。リーチの長い武器、特に怒りとか、槍だね、ああいうやつとの相性が抜群です。ただ毒ダメージはそんなにない、いや全くないと言っていいかな、ほぼほぼないので、毒ダメージがもう少し高ければ評価が上がったかもしれませんね。続いて最強防具ランキング同じく5位、輝くローブですね。輝くローブも軽減はないんですけども、カバンとかブラストビルドとの相性が抜群ということで一応5位に入れております。持ってるやつで帯電と雷フォーカスがついたやつがあるんだけども、それがとにかく強い。一度ね使ってもらいたいんだけども、この帯電と雷フォーカスが入った防具でカバンビルドするとめちゃくちゃ強いのよ。半端じゃない。そしてもともとねこれクールダウンがついてるっていうのでエンチャントが、選びやすい、それもね一つのポイントになるんではないでしょうか。結構これはねおすすめですね。第5位はツタのアーマー、そして輝くローブですね。それでは最強防具ランキング第4位いきましょう。第4位はトルバドゥールですね。前はねちょっといまいちかなと思ってたんですよ。なぜかっていうと軽減がないんでちょっと使いにくいと思ってたんですけども、実際はそういうこともなかったですね。性のステータス 30%、 これがとにかくいいのよ。ポーションバリアが12秒間継続します。このね3秒間の差がだいぶ違う。やっぱり12秒継続するっていうことでポーションバリアが使いやすくなりますね。そして影のブリュー、パワーポーション、これも 30%、時間が長くなりますので使い勝手が良くなります。であとね負のステータス 30% ダウン、これもね意外といいんだよね。毒とか火傷、あと凍結、特に凍結よが、時間が短縮されるのでかなり使いやすいですね。あと放置してると歌い出すっていう、そこもね、可愛らしくていいですね。第4位はトルバドゥールですね。続いて最強防具ランキング第3位です。第3位はフルメタルアーマーです。とにかく硬い、とにかく硬い防具ですね。 35% のダメージ軽減、そして 30% のダメージ無効、この2つがついてることによってめちゃくちゃ硬くなります。そしてさらに攻撃力 30% アップ、これもついてるっていうのがすごくいいですね。無防との相性がもうとにかくいいのよ。俺も一度使ったんだけどもフルメタルの無防はマジで強かったです。ただ、263がねまだ見つけてないので、それを今探してる途中です。なかなか出ないんだけどね。あとね、見た目だよね。見た目は俺これ昔から大好きだったんだけども、かっこいいですよね。第3位は、フルメタルアーマーです。それでは、最強防具ランキング第2位に行きましょう。第2位は、ウィザーのアーマーですね。まず、
35% 軽減、これがついてるのがいい。 35% 軽減はやっぱりいいですよね。そして 6% 吸収、これが強いのよ。 6% 吸収で、同じく 6% 吸収がついてるスパイダーアーマー、これ最近使ってないんですよね。やっぱり軽減と吸収がついて高耐久になりますので、ビザーの方が断然強いかなと思います。ただし攻撃力アップがついてないので、他の防具よりは火力が伸びにくいっていうのはあるけども、全然いいですね。あと高火力との相性は抜群です。怒りだったり、ソーブレード、星なき夜、そのあたりとの相性はいいですね。ギュンギュン回復します。まあ、今の俺のメインの防具になってるウィザードアーマー、おすすめですね。第2位です。それでは最強防具ランキング第1位に行きましょう。1位はこれ変わらずですね、勇者のアーマー、そして英雄のアーマー、まあ、どちらもそんなに変わりはありません。ポーションのクールダウン 40% マイナス、これがとにかくいい、もう間違えない、スキルなんですよね。やっぱりこのゲーム、ポーションバリアがかなり重要です。めちゃくちゃ重要なスキルになるので、ポーションバリアが連続使用できるようになるっていうこのスキルはマジで強いです。うん。で、攻撃力アップがついてません。それが残念なところだよね。攻撃力アップがついてれば間違いなくもうダントツ1位の最強防具だったんですけども、まあ、攻撃アップはついてません。まあ高火力のやつと合わせれば全然大丈夫と思うんですけども、はい。まあとにかくこのポーションバリアが強いっていう時代が終わらない限り、間違いなく1位は絶対これです。勇者もしくは英雄のアーマーですね。はい、ということで今日は最強防具ランキングでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。